精神疾患の中でも罹患率が高く、本人の意思や性格に関わらず誰もがなりうる病。それがアルコール依存症。宮崎県都城市出身、彼の名は高橋俊雄。中学の頃から飲酒を始めた彼は、20歳になる頃にはすでにアルコール依存症であったという。普段はおとなしく、仕事も優秀であった彼。ところが、ひとたびアルコールを摂取すると全く人格が変わってしまう。毎晩のように酒を飲んでは怒鳴り狂い、家族に激しく当たった。血を流していても容赦はなく、朝まで続くことも多々あった。アルコールに溺れる年を、それに加え生活費もろくに入れず、パチンコにお金を費やしていた彼に、妻はもう限界だった。娘の秀子、息子の正俊も父を憎み家を出て行き、いつしか彼の周りには誰もいなくなっていた。家庭を持ち、今では平穏な日常を送っていた娘秀子のもとに、一本の電話がかかってきた。アルコール依存症の父が倒れたという病院からの知らせだった。ろくに食事もせず、酒浸りの生活をしていたために体を壊してしまったのだ。容態は深刻だった。助かるかは五分五分です。会わせておきたい人がいるなら早めに会わせてください。罰当たったんよ、いい気味よ。仕事忙しいから関わりたくねえよ。彼によって植え付けられた心の傷と憎しみは深く、彼の死を目の前にしても母も弟も会いに来ようとはしなかった。秀子自身もいつか殺してやると思ったことがあるほど父を憎んでいた。しかし彼女は16歳で精神の病を患い、自分で自分をコントロールすることのできない苦しみを経験した。辛い日々だった。このまま不幸のまま死んでしまうのかと思うと涙が止まらなかった。そして父さん、苦渋の決断の末、きとろう、信じられない生命力で峠を越えた父との生活が始まった。退院後、病院で勧められた抗酒薬はすぐに服用しなくなっていた。なぜなら、抗酒薬とはアルコールが肝臓で分解される過程で起きる不快な悪酔い状態をあえて引き起こさせるもの。飲み続けるのには無理があった。再び酒浸りの日々が始まった。娘の秀子は過去にイエス・キリストに出会い、精神の病が癒され変えられたことから、父もキリストに出会えば変わるかもしれない、そう思い父に福音を伝えようとするが、簡単にはいかなかった。教会への拒否反応と反発心から、たびたび怒り狂ったように殴りかかってくるのだ。状況は変わらぬまま時は過ぎていった。父が神様を信じることも、アルコール依存症からの解放も不可能なのか、そんな思いが頭をよぎる中で、聖書のある一文が目に留まった。この言葉に希望を持ち、彼女は日々祈り続けていった。病の癒しのため、父の救いのために。父が食事もせず起きてこなくなったのだ。さすがに病院に行った方がいいかもしれない。そう思い始めた頃、3日ぶりに父が起きてきた。真夜中の深夜2時前、ちょうど父のことを祈っていた時だった。父さん、大丈夫？飲みすぎたのか。教会のこととなると普段は暴れ出す父が、今祈っていた自分の隣にやってきて
黙って座っている。その日の父は今までとは何か違う不思議な光景だった。翌朝、教会の牧師へ話を持ち出した。時が来たのでは、救われるんじゃないですか。確かに時が来たと感じていた二人はすぐさま父の部屋へ向かった。お父さん、イエス様信じてみらんね。福音を堅くなに拒み続け、福音を受け入れるのは不可能としか思えなかった父。ところが奇跡が起きた。父は大きくうなずいた。この時の父は今まで見たことがないほど素直に、まっすぐとイエス様を自分の救い主として告白し、信じ救われた。その後も父の変化は続いた。いつも酒瓶であふれているはずの父の部屋には一本の瓶も見当たらなかった。お父さん、お酒の瓶は？あれから酒もタバコもいらんごになったばい。アルコール依存症は回復はあっても完治はないとされる病。飲酒のコントロールを失う病気のため、一旦は断酒できてもほんの少しアルコールを口にすればたちまち以前の状態に戻ってしまう。回復への道のりはかなり厳しく、まして自力でお酒を断つのは並大抵のことではないのだ。父に起こったことはどう考えてもありえない。まさに奇跡だった。教会へも自ら足を運ぶようになり、拒み続けていた日々がまるで嘘かのように、毎週礼拝に参加するようになった。教会行こうの敵みたいな感じがあって、教会に行こうとするときに殴られそうになったりとか何度もあったんですけども、俺も教会行くぞっていう自分から言ってきて、家族の誰よりも一番に準備をして、まだかまだかあと玄関のところからみんなを呼んでる教会に早く行こうとこう促してですね、楽しみしてたんだなってことを今なって思います。私自身ができないこと、人が人を変えることができないっていうところを、神様がお父さんの根本的な部分を良い方向に変えてくださったなってことを本当に心から感謝してます。私もすごく記憶に残っているのが、教会の大きなキャンプがあったんです。じいちゃんが立ち上がって手を挙げて神様を賛美している姿を私初めて見た。それを見た時には、あのじいちゃんがこんなに変わるんだって、神様本当に生きているって、奇跡が起こったんだって思いました。新たに病を患い再び入院することになった父。そこへある人物が現れた。絶縁状態だった息子正俊との10年ぶりの再会だった。ぎこちない様子で会話する二人。その時だった。なんと驚くことに、父が息子の正俊にこれまでのことを謝り出したのだ。お父さん、昔のことだから言わないで。驚きの光景だった。人に謝るってことをする人じゃなかったんですね。心の底から謝ってるって感じで、神様は一体父のどこまで変えてるんだろう、こんなに心の底まで変えてくれてたんだ、今までの人生を自分が悪かったことを本当に悪かったってことを言えるような人に変えてくれてるっていうのが驚きでした。ある日、いつも黙って出かける父が、なぜかその日は、ひでこ、行ってくるぞ。一声かけて出かけていった。いらっしゃい。これが父と交わした最後の会話となった。その日の夜、教会で毎日一章ずつ読んでいる聖書の箇所を開いたときに、こんな言葉が飛び込んできました。
彼が自分の国へ帰っていった。この言葉を見た時に、まさに今お父さんは天国に帰っていって神様と共にいるんだっていうことを確信することができました。数年後、一通のメールが届いた。この地上にいる間は誰一人として福音を述べ伝えることができなかった父。ところが天に帰った後で、父のアルコール依存症の証が用いられ、ある場所でリバイバルが起こったのだ。その場所がなんと宮崎の地。お父さんがですね、ここの生まれかっちゃと宮崎です。父の生まれ故郷である宮崎だった。一番実感したのは、天と地はつながっているということなんです。これは本当に神様のなさる技だなということを思わされたんですね。イエス・キリストを信じ、絶対に治ることはないと言われていた精神の病を癒され、回復はあっても完治はないとされるアルコール依存症も癒された。イエス・キリストに希望を置き、祈り続けていくときに、人の思いをはるかに超えた神の奇跡は始まっていく。